エレナ・ルンガルディエルは、イタリア、ボルツァーノ県ボルツァーノ出身の元スキージャンプ選手。弟のマティアは、ノルディック複合のイタリア代表である。サンタ・クリスティーナ・バルガルデーナ在住の学生で、GS ・フィアメイ・ジャイオールに所属している。2003年のサマーシーズンから、FIS の国際大会に、出場、2005年から、スキージャンプコンチネンタルカップに参戦。 2月16日には8位となった。2006年のノルディックスキージュニア世界選手権で銅メダルを獲得、4日後のコンチネンタルカップでは4位となった。2007年のジュニア世界選手権では9位に終わったが2008年の同大会では銀メダルを獲得した。2009年のジュニア世界選手権は13位、2009年ノルディックスキー世界選手権では32位と、 低迷したものの、2010年ジュニア世界選手権では、金メダルを獲得した。2010から2011シーズンは10月1日に、コンチネンタルカップ初勝利、ユニバーシアードで、金メダルを、獲得。2011年、ノルディックスキー世界選手権では、ダニエライラシコに次いで銀メダルを獲得した。コンチネンタルカップのシーズン総合は12位となった。 2014年ソチオリンピック代表に選出され、29位となった。2020年連役を引退、フランスの元のルディック複合選手、フランソワブローと結婚した。ありがとうございます。